キシユタの誕生日を祝うチタン。2人の意外な共通点にファン歓喜、感動、岩優ユタとチータンが語る、妖精の意味とは、2人の関係に隠された真実。キシユタとチータン。一見すると、2人の関係は偶然の産物のように思えるかもしれないが、その背後には深いつながりと意味が隠されている。2024年のキシユタ誕生祭において、チータンはこの特別な日を祝うために、 ファンやフォロワーの間で大きな話題となった。チータンが自身を妖精と称し、キシユータもまた、妖精界の住人として紹介されるこの物語は、ただのキャラクターのコラボレーションに止まらず、より深い意味を持っている。チータンとキシユータは、表面的には異なる世界で活動しているように見えるが、実際にはファンにとって重要な存在であり、努力や夢を追いかける姿勢に共通点がある。チータンは、 見た目は可愛らしいマスコットキャラクターだが、その中に秘められた努力家な一面がある。踊りを披露する際、全力でパフォーマンスをする姿は、帽子が落ちても動じず、笑顔を絶やさずに踊り続ける姿勢が多くの人の心をつかんでいる。同じように、岸優太もまた、笑顔の裏にある努力の積み重ねを隠さない。岸くんがダンスを披露する瞬間、観客はその瞬間だけに魅了されるが、 背後には日々の鍛錬や努力があることは言うまでもない。この、本話化しているのに、踊り始めるとキレキレになる、というギャップが、ファンにとってたまらなく魅力的な要素である。そして、チータンも同様に、そのキャラクターとしての可愛さと、パフォーマンスにおける真剣さが絶妙に融合している。妖精という設定は、一見ファンタジーの世界に属しているように思えるが、この二人の関係には現実的な意味が込められている。 ファンの間で、岸く君も妖精会の住人だ、と冗談交じりに語られることが多いが、これは単なる言葉遊びではなく、彼らが持つ特別な雰囲気や、他の誰にも真似できない存在感を表現する一つの方法なのだ。妖精という言葉は、現実の枠を超えた存在として、ファンの心に響く特別な何かを象徴している。岸優ユタの誕生祭で、チータンが祝福のメッセージを送った瞬間、 SNS 上では、推しが推しを祝っているという言葉が飛び交った。これは、ファンが2人のつながりを自分自身の経験や感情と重ね合わせ、深く共感している証拠である。チータンの、努力家なところも大好きですという言葉は、ただのリップサービスではなく、岸優太が日々どれだけの努力をしているかを知っているからこそ生まれた言葉だろう。このように、2人のキャラクターが持つ共通点は、 ファンにとっては何よりも大きな魅力となっている。さらに、チータンの存在は、ただのマスコット以上のものを象徴している。彼女の、妖精という設定は、努力と夢を追い求めるすべての人々を励ます存在としての役割を果たしている。岸優太もまた、その存在感とともに、夢を追いかける若者たちにとってのロールモデルとなっている。彼がどれだけの困難を乗り越え、現在の地位を築いたかを知ることで、 ファンは彼の背中を追いかけ続け続るそして、その背中を見守ることが、ファンにとっての大きな励みとなっている。誕生日を祝うという行為は、単なる儀式ではなく、ファンと推しとの間の深い絆を象徴している。チータンの祝福メッセージが多くの人々に喜ばれる理由は、彼女がただのキャラクターではなく、岸優太と同じ、妖精界の住人としての共感を示しているからだろう。 妖精という概念は、夢を追いかける姿勢や、他の人々に希望を与える存在としてのメタファーであり、それを通じて岸優太の存在がより特別なものとして捉えられているのだ。このように、チータンとガン・ユータの関係は、表面的にはファンタジーの世界のものに見えるが、実際には多くのファンにとって現実的な意味を持っている。彼らの努力や情熱は、ファンの人生にも影響を与え、 日々の困難を乗り越えるためのエネルギーとなっている。チータンのボン踊りやキシユータのダンスパフォーマンスは単なるエンターテインメントではなく見る人々に勇気や希望を与えるものだ。そしてその背後には努力の積み重ねや挑戦を続ける姿勢がある。ガンユータが誰も成し遂げたことを成し遂げたい時代に爪痕を残したいと語るように彼の志は高く。 それをを実現するための努力を惜しまないチータンもまた、同じように努力を続ける存在であり、その姿勢がファンに深い共感を呼んでいる。ファンがガン・ユータの背中を追い続ける理由は、彼がただのアイドルではなく、夢を追いかける一人の人間としての姿勢があるからだ。彼の努力や挑戦は、ファンにとっての希望となり、共感を呼んでいる。そして、チータンの存在もまた、 その象徴としててファンに愛され続けているこのように、チータンとガン・ユータの関係は、単なる偶然ではなく、深い意味を持つものであり、ファンにとって特別な存在であり続けるだろう。チータンとガン・ユータの関係は、表面的には異なるキャラクターとアイドルという立場に見えるが、彼らが持つ共通点はファンの心に強く響いている。チータンは、可愛らしい妖精の姿でありながら、 その背後には情熱や努力が隠されているそして岸優太もまた笑顔や華やかなステージの裏に絶え間ない努力と鍛錬を重ねる姿がある。そのためファンは彼らの共通の特徴を生み出し自然と妖精同士というフレーズが生まれたのかもしれない。妖精という言葉が象徴するのはただのファンタジー的な存在だけではなく人々に元気や希望を与える特別な存在という意味合いもあるのだ。 チータンが岸優太の誕生祭で送った祝福のメッセージは、多くのファンの心をつかんだ。推しが推しを祝うというシチュエーションは、ただ嬉しいだけでなく、二人の努力や成長を一緒に喜ぶという意味でも特別な瞬間だ。ファンはその瞬間、二人の関係をより深く感じ、彼らが同じ志を持ち続けていることを改めて実感した。チータンは、マスコットキャラクターという枠を超え、岸優太と同じように、 夢を追いかけ、努力を惜しまない姿を象徴する存在として受け入れられている。ファンは、チータンのようなキャラクターやガン・ユータのようなアイドルに感情移入し、その姿を自分の人生と重ねることがある。彼らが見せる笑顔やパフォーマンスの背後にある努力や挑戦は、日々の困難に直面する私たちにとって、励ましや勇気を与えてくれる存在となる。チータンが、岸君も妖精会の住人と言ったのは、 単なるキャッチフレーズ以上の意味を持っている。ファンにとって、妖精は夢を追い続ける象徴であり、岸優太もまたその一部として愛されているのだ。妖精というテーマは、現実とファンタジーの境界を曖昧にし、夢や希望を追いかける姿勢を表現するのにふさわしいメタファーだ。岸優太が持つ、誰も成し遂げたことを成し遂げたいという強い志は、彼がただの偶像ではなく、常に新しい挑戦に立ち向かい、 自分自身を高め続けていることを示している。それが、ファンにとっての、妖精としての存在感を強めているのだろう。チータンもまた、そのような強い意志と努力を持つキャラクターとして、ただの可愛らしさにとどまらない深みを持っている。岸優太の誕生日が祝われるたびに、ファンは彼がこれまでに成し遂げた数々の功績や、未来への可能性に思いをはせる。彼の努力が実を結び、 多くの人々に影響を与えていることは、彼のファンだけでなく、アイドル業界全体にも大きな意味を持っている。チータンがその瞬間に共に祝福し、ファンと共に喜びを共有することは、ただのキャラクターとアイドルの関係を超えた、心の絆を象徴している。妖精同士としての二人の関係は、ファンにとって夢や努力の大切さを思い出させるきっかけにもなっているのだ。さらに、 チータンの存在がキシユータの誕生日に登場したことで、ファン同士の結びつきも強化された。SNS 上では、多くのファンが、同じ妖精同士、これからも仲良くしてね、といった言葉を交わし、キシユータとチータンの関係に感動を覚えていた。このようなメッセージのやりとりは、ファンコミュニティ内での共感を深め、彼らの絆を一層強固にしている。チータンがキシユータの誕生日を祝うという行為自体が、 ファンにとって大きな喜びであり、その瞬間を共有できることが何よりも嬉しいのだ。このように、チータンとガン・ユータの関係は、単なるキャラクターとアイドルのコラボレーションにとどまらず、ファンにとっての希望や夢、努力の象徴となっている。妖精というテーマを通じて、彼らの努力や挑戦が際立ち、それがファンの心に深く刻まれている。チータンが示す可愛らしい姿と、その裏にある真剣な努力、 そしてユータが持つ強い意志と挑戦心この2つの存在が交わることで、ファンにとっての新たな価値観や意味が生まれている。今後も、岸優太とチータンの関係は、ファンにとって特別なものとして続いていくだろう。彼らが同じ、妖精界の住人であるという表現は、ファンにとって夢を追いかける姿勢や、挑戦を続けることの重要性を教えてくれる。これからも、彼らの活動や成長を見守り、 共に祝う瞬間が訪れることを多くのファンが心待ちにしているに違いないファンと推しとの絆は時間とともに深まっていき彼らの物語はさらに魅力的で意味のあるものとなっていくだろう